横山高明は、福島県二葉郡並江町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。2013年5月19日は瀬田大学在学時、明治神宮野球場にて、並江町立大堀小学校2年生の時に野球を、スタート。当初のポジションは、内野手であったが、愛、総中央シニアに所属していた、中学生時代に、当主へ転校した。あい 総中央シニア時代のチームメイトに赤間県がいる。中学卒業後に商工学院高等学校へ進学。野球部の2学年後輩に年内弘明がいる。在学中には2年の春、夏及び3年夏に甲子園球場の全国大会へ出場。2年春の選抜大会では東浜巨、ミ井イヒのぞみを要する沖縄小学高校との初戦に 代打で出場しただけで、チームも敗退した。2年夏の選手権大会では、藤井博正がいた、兵庫県立加古川北高等学校との初戦に、救援で登板すると、1回を無失点に抑えて、チームを初戦突破に導いた。続く3回戦では登板の機会がなかったが、チームの勝利によって、準々決勝へ進出。土屋健二、筒子義友。 倉本敏彦要する横浜高校との準々決勝には登板したものの2回1、3を投げて4失点を喫した末にチームは1から15というスコアで大敗した3年夏の選手権大会では吉川大工などがいる PL 学園との初戦に先発したがチームは3から6というスコアで敗れている高校からの卒業後に福島県を離れて 早稲田大学へ進学したが、一年時の2011年3月11日に、東日本大震災が発災。波江町の消防団員として、町民の救護活動に当たっていた、愛、総中大シニア時代の監督を津波で亡くしたほか、発災の直後には、町内で暮らしていた両親の消息もつかめなかったという。さらに、近隣の大熊町で、 福島第一原子力発電所事故が発生した影響で浪江町の全域が日本政府から避難指示対象地区に指定。発災から3日後に無事が確認された両親は福島県内の内陸地域への移住を余儀なくされた。早稲田大学への在学中は故障に悩まされながらも主に救援投手として活躍した。東京六大学野球のリーグ戦には 通算で26試合に登板。2勝3敗、防御率2.49の成績を残した。なお、野球部の2学年先輩に、羽生昌平、塚田明平、1学年先輩に、杉山翔大、1学年後輩に、有原光平、中村翔吾、高梨雄平、2学年後輩に、茂木英五郎、ゴ信信慎之助がいる。2013年の NPB ドラフト会議で、 地元球団の東北楽天ゴールデンイーグルスから6巡目で指名。契約金2500万円、年俸720万円という条件で入団した。入団当初の背番号は54。ロッテ浦和球場にて2014年8月27日に入団後初の出場選手登録を果たすと、8月30日の対福岡ソフトバンクホークス戦で1点ビハインドで、 迎えた7回表西二塁の局面から3番手投手として一軍公式戦にデビュー。今宮健太に投じた初球が中前への敵地だとなったが二塁を狙った今宮が総塁死を起死した。横山は7回表で交代したがその裏にチームが8得点で逆転。そのまま試合に勝利したため1球を投げただけで勝利投手になった。 NPB の一軍公式戦に初めて登板した投手の一級勝利は史上初の記録であった。一軍公式戦には通算4試合に登板。9月10日の対オリックスバファローズ戦で初めて先発に起用されたほか、1勝2敗、防御率5.40を記録した。2015年、5試合に登板したオープン戦で防御率2.25を記録するなど好調だったため、 先発陣の一員として、公式戦の開幕を一軍で迎えた。北海道日本ハムファイターズとの開幕カード第3戦で、先発投手としてシーズン初登板を果たしたが、二本の本塁打を浴びるなど、初回に2つのアウトを取っただけで4点を失って、降板した。四月十六日の対埼玉西武ライオンズ戦で、再び先発を任されたが、五回途中四失点という、 内容で開幕に連敗を喫すると、翌4月17日に出場選手登録を抹消。9月上旬日軍へ復帰してからは、先発で1試合、救援で4試合に登板した。しかし、無失点に抑えた試合が1試合にとどまり、9月23日に再び登録を抹消。1軍公式戦全体では、0勝2敗、防御率9.77という成績に終わった。 2016年、中継ぎ要員として、前年に続いて開幕1軍入りを果たした。シーズン中には1軍と2軍を4回往復し、8月21日に4度目の登録抹消に至ってからは1軍に復帰できなかった。1軍公式戦全体ではすべて救援で、自己最多の19試合に登板し、プロ初ホールドを含む2ホールドを記録した。しかし、 通算の防御率が6.38に達するなど振るわず、シーズン終了後の10月29日に、球団から支配下選手契約の解除を通告。11月30日に育成選手としての契約で、球団と合意したことに伴って、背番号が054に変更された。2017年、教育リーグで、大谷翔平にホームランを浴びる。イースタンリーグ公式戦21試合の登板で、 2勝4敗、防御率3.74という成績を残したが、支配下登録選手への復帰には至らなかった。育成選手に関する NPB の規定に沿って、10月31日付で自由契約選手として公示されたが、11月17日には、育成選手としての再契約で球団と合意した。二千十八年、イースタンリーグ公式戦六試合に登板したが、一セーブ。 防御率8.18を記録しただけで10月1日に球団から戦力外通告。同月31日付で NPB から自由契約選手として公示されたが育成選手としての再契約にも至らなかった。NPB た球団や日本国内の独立リーグでの現役続行を希望し11月13日にはシートバッティング形式の12球団。 合同トライアウトに参加。3人の打者と対戦したが、2塁打を含む2アンダーを浴びた。結局、このトライアウトを通じて、NPB 他球団や日本国内の独立リーグ球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らなかった。2019年2月から3月まで、アジアンブリーズに参加。一時はニュージャージー・ジャッカルズに入団することが決まっていたが、 5月16日にメキシカンリーグのメキシコシレッドデビルズと契約した。しかし、リーグ戦への登板機会がないまま退団。6月20日付で日本の独立リーグであるベースボールチャレンジリーグの福島レッドホップスへ選手権投手コーチとして入団した。シーズン終了後にはプロ野球選手としての進退をかけて実戦形式のワールドトライアウト2019に参加。 MLB 球団などのスカウトが視察する前で3回裏からの2イニングで被安打、ヒアンダヨシキュ球とも2 1失点2という結果を残した。トライアウト後にはマイナーリーグの複数球団が横山へ興味を示したとされているが、どの球団とも契約には至らなかった。2020年、前年に続いてアジアンブリーズへ参加したが予定されていた試合や入団テストが 新型コロナウイルス感染拡大の影響で相次いで中止されたため日本への帰国を余儀なくされた。帰国後に両親がクラス立て師で練習を続けたところ8月11日付で四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスへ入団。入団後はリーグ戦12試合の登板で最終規定投球回へ到達するとともに6勝2敗。 リーグ2位の防御率1.16という好成績を残した。しかし、シーズン終了後の11月4日付で自由、契約選手として退団。横山自身が後に10回したところによれば、自身を大きく上回る数の三振を奪っていた NPB 出身の年内弘明が、シーズン途中の9月に東京ヤクルトスワローズで NPB 復帰を果たしたことに加えて、 高知球団から自由契約を通告されたことで野球選手としてはもう潮時と感じるようになったという。高知球団からの対談を機に福島県へ再び帰郷。ジップが伊達市内で営んでいる会社の事業へ従事する一方で2020年11月30日からはベースボールテクニック塾と称するオンラインサロンをキャンプファイアコミュニティ内に開設している。 東日本大震災発災10年の節目を翌日に控えていた2021年3月10日に自身の公式ツイッターアカウントを通じて現役引退を発表大学生時代には時速1 4 0トルを越すストレートと縦や横への変化球を投げていた楽天時代まではオーバースローで投げていたが対談を機にサイドスローへ転向転向後は ストレートの球速が時速 151km にまで達していたほか、カットボールの投げ方を新たに習得していた。ありがとうございます。